私、ケント君のことが好き。友達に紹介すると、羨ましがられて優越感に浸れる。普段の会話が楽しくなくても、あ、この前の仕事の話はね、上司だね。難しい話分かんないからさ、それより熱愛のニュース見た。おー顔がいいから我慢できる。ただ男性には困ってなさそうだから、やっぱりケント君だな。いずれ自分を捨てるんじゃないかという不安はある。